始まりました、ドクターンレディオです。はい、どうもバイオハザードビレッジ5週目に突入しました山下誠一郎です。どんだけやってんだわ。あれなんですよ、結構5月から私ありがたいことにいろいろライブとか重なって、普段の仕事が重なって忙しくてですね。ねえ、はい、やり込みてえやり込みてえって、俺はこんな村行きてえって思いながら、やっとちょっとね落ち着いたというか、時間ができたので、今日もですねこのラジオを撮る前、もう村に行って狩りをしておりました私。はい、さすがっす。はい、結構ね実況しろよって声いただくんですけど、いや本当だよ、めっちゃ怖いし、ボイヤや悪口、シンプルな悪口なんでルイみたいなと。いやいや調子に乗る。はい、なんかマジ怖いし、うん、あと時間が単純にすごく長いから、はいはい、めちゃくちゃ大変だぞっていうのを言いたい。やりたくないことはないけど、めちゃくちゃ怖いぞっていうのは言いたい。なるほどね。うん、すいません、いきなり冒頭からゲームの話をして。いや、いいんですよ、カプコンチャンネルですから。いやいや、すり寄りすぎですわ。ストーリーエフェクトさんが。いや、そうですね、モンハンもやられてましたしね。本当ですよね、本当に。僕はもうロックマンとかも大好きだったから、もうカプコン様様です。すり寄り続けるの。私はね、はいっつって。ゲームボーイ世代でございますからっつって。いやー、ドクターワイリー、ね。ドクターワイリーは多分あれですね、スーファミとかじゃないですか。あ、ファミコンかな。ですね。僕がやってたのはロックマンエグゼっていうやつで、エグゼか、はいはい。エグゼはね、あ、もうこれも語っちゃう。なんかやばい、幼い頃の話になっちゃいますよ。いや、本当。すごい好きでずっとやっぱやってたし、何もなんか、あ、もうカプコン様々だなと。はいはい、ということでね、今日のラジオこれで終わりたいと思います。いや、おい、ちょっとのカプコンチャンネル、はい、ノクタン武器です。はい、すいません、失礼しました。はい、ノクタンはもう雑。吸血切り役山下誠一郎です。そして、はい、あ、監督の森田純平です。すいません、よろしくお願いします。今日もお願いします。はい、そういえばあれですよね、なんか吸血切り役で思い出した、この間僕、まあこれね、オンエアされてる時と今撮ってる時でちょっと時期ってか時間とか曜日ずれてますけど、はい、僕6月の6日だよなにライブがありまして、日曜日に、うん、でその前の日に前乗りだったんですよ、会場の近くで、はいはい、でそこで夜こうホテルでウェーってしな、グデーってしながら、ボンバーマンかな、ブギナーの皆さんと やられてるボンバーマンにコメントしました。あ、はい、ありがとうございます。あ、コメントしましたじゃない、吸血キリアがなんかコメントするよって言ってました。うん、ね、あれもなんかすごい皆さんで白熱して楽しそうでしたね。いや、楽しかったですね。ね、タッシーさんも後半来てたみたいだし。そうそうそう、うん、なんかやっぱ面白いのはさ、はい、まあ、言ってもどっちかっていうと僕はゲーマーの方でね、そのまあ、あ、下手なとこももちろんあるんですけど、うん、馴染んでる方ですよね。馴染んでる方なんですけど、うん、感覚がわかる、うん、そうそう、だそういう人から見ると、例えばボンバーマンとか、うん、ピーッつって開始して、はい、ボンって爆弾を置いてボンって死ぬ人とかいっぱいいたのよ、結構。はい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 、なんかその感覚って本当面白いな、新鮮だなと思って。なんかこうゲーマーからするとさ、はい、いや、そこ置いたら死ぬよねっていうのはもう肌感覚としてわかる。あ、それはもうゲームがうめえ人の、いや、感性というか言い草ですね。いやいや、別になんかこうマウントとかそういうわけじゃないけど、なんか、はいはいはい、面白い、かわいいっていうかね、うん、ああ、なるほど、そういう風に見えるんだ。そうそう、僕はそっちじゃない方なんですよ。お、スタートっつって爆弾置いて自分で閉じ込められて死ぬタイプだから。ゲーム下手な人の感覚とか気持ちってすごくわかる、下手だって思ってる人自分で。なるほどね。実はそうでもなかったりするけど、うん、はいはい、そう、僕も別に元来上手い方ではないから、やっぱそっちの気持ちわかりますね。なるほどね。うん、いや、新鮮なんですよね、ああいうのが。やっぱ、うん、まあでもあれですよね、なんだろう、そのまあ言うてもそのノクターンブギーチャンネルですから、うん、うまくやるとかっていうよりはみんなでワイワイすることの方が大事じゃないですか。大事っていうか、そっちですよ、目的はね。全然そっちです。うん、もちろん勝つために
ね、あのなんだっけ、フォールガイズとかやる場合だったらね、ちょっと一緒にっていう連携プレーだったり取り組みって必要ですけど、ああいう風にパーティーゲームみたいなのはみんなでやれるのはいいですよね。そうっすね。いや、すごい時代ですよ、うん、本当に。いや、本当にやっぱね、ゲームやってるとやりたくなるし、うん、見てても楽しいしっていう時代ですよね。ね、ほんまに、うん、やっぱ自分でもそう、あのツイートとかこの間しちゃったんですけど、僕あのやっぱ VTuber とか見るようになってから、うん、あ、もうホロライブ箱押し勢でしょ。だってあ、そうです、僕ホロライブ箱押し勢です、あのついにツイートしてしまったと思って、うん、おい、こいつ趣味やかじゃねえかよみたいになっちゃったんですけどちょっと、あ、これはノイフレの波動だ、ピピッつってやっちゃって、あのそう、いや、なんだろう、そう、それこそやっぱ YouTube 見るようになってから VTuber さんとかを知って、うん、あの、なんだろう、はホロライブして箱推しになったって感じなんですけど、うん、っていうか、あの僕も友人に、あのめちゃくちゃ個人勢で、うん、まあ公式とか、あの会社としてやってる、VTuber の人と比べたら全然あれですけど、なんだろう、 VTuber 的な配信をしてる友人とかやっぱいるんですよ、うん、はいはい、うん、そういう人たちが、そういう人っていうか友達がグググググって少しずつ、登録者数だったり、動画上げてるのを見るとすげえなって思いながら見てるんですけど、うん、やっぱりこう、なんだろう、まあそういうのもありつつ、僕はやっぱ結構ホロライブとか好きで、初めて、やばい、語っちゃうぞ、もう今日何のラジオだこれってなっちゃう、ごめんなさいごめんなさい、いや、いいんだ、自分の好きなことしか喋ってない、すいません、なんかいいんだ、なんだろう、初めてアイドルにハマる気持ちが分かったって感じがするんですよ、おホロライブを通して、こういうことかみたいな、テーテーそう押しは押せるときに押せじゃないけど、はいはい、なんかうん、言うても結構ライトなんですよ、何人か登録はしてるんですけど、ホロライブメンバーの、うん、なんかそれでもやっぱ何でしたっけ、 YouTube っていや予測で出るじゃないですか、あなたこれ好きでしょピョンって、はいはい、ああやってどんどんフォローしてないホロライブのメンバーとかもパパパパって見ていって、うん、最近やっと大体名前覚えてみたいな感じかなっていうところで、だから本当に雑談配信とかもよく見たり、切り抜きとかもよく見るんですけど、うん、本当にやっぱ皆さんトークが達者で、うん、なるべくみんなが傷つかないような、誰もが安心して見れるようなトークっていうのをやってらっしゃるのがすごいなと思って、結構これちょっと言いづらい話ですけど、ちょっとメタ的な楽しみ方あるじゃないですか、はい、側として彼ら彼女らの姿を通してかっこいい、かわいい、面白いって見てるのに、うん、ちゃんとでも同じ24時間を生きてるっていう、なんかメタ的な面白さがあるじゃないですか、 VTuber って。なんかその魂的なね、肉体という器と魂。そう、ご飯作ったよって言って本当にご飯の写真がポンって出る、もうそれって メタな味わい方じゃないですか。そうだね、うん、その独特な感じがすごい、なんか今の時代っぽいんだなって思いつつ、あ、楽しいなこれみたいな。だ、そこを楽しめるか楽しめないかって結構分かれるよね、うん、その完全にそう、あんまりさ、やっぱ VTuber とか興味ない人はさ、うん、なんかそういうのもう上げないでくれみたいな、もうなんかキャラクターとして生きてほしいみたいなね。うん、でそうなんですよね。そういうのもありつつ、でもそのなんだろうな、いわゆる次元の壁を取っ払ったっていうところで、うん、すごい面白いなって思うんですよね。一緒に例えば好きなものを共感してくれるじゃないですか、うん、ゲームとかやってるのを見て、うん、だから僕も自分でバイオハザードとかやったし、でもホロメンの、ビレッジとかもやっぱすごい見てるし、うんうん、やっぱ面白いなと思って、 RE2 とかもね、僕がこのブギの実況でやらせてもらいました RE2 だとか、うん、もうね、みんなホロメンの人結構やってるから、うん、そうとかも見て、あ、それこそさっきの話につながるんですよ、ホロの中でも、まあ、ゲーマーズとかゲームが得意な人もいればそうじゃない人もいて、はい、やっぱり、あ、ここでこうするんだ、面白いって監督が感じたみたいになるんです。はいはい、うん、このルートで行くんだとか、レオン新鮮ってペコラッチョとかなるんです、うん、そう、ちょっとさ、いつになく饒舌だな、おい、
だってこれ今までどこでも喋ったことないんですもん、この大好きが溢れてるね本当に。いやいやいや、でもそれくらいほんまに生活の一部になってしまったんですよ、いいね、YouTube が。うん、ダメだこれちょっと深すぎるからやめよう。はい、もうこれからも私はもう壁からねすっと普通に楽しんでおります。うん、なるほどね。なんかそういうのを感じましたね。昔あったじゃないですか、あの、一つの案として僕が実況するとき、うん、吸血キリアを召喚させようみたいな案ありましたよね。あったね。喋って吸血キリアが喋ってるようにしようみたいな、うん、だでもそういうことができる時代なんだなと思うし、いやそうだ、やっぱ自分も実況させてもらって分かることがあったしって感じで、やっぱつながってんなと思いますね。まあ、あとその、うん、雑談とかもさ、要は通常の、うん、いわゆるじゃあ例えば芸人とか、うんうん、タレントと言われる人たちより、うん、ネットで配信してその見えない人たちに語りかけるのに長けてる人が多いんだよね、やっぱ、うん、だからもう面白いんだよね、すごく。すごいですね。ちょっと特殊なテクニックだと思うし、特殊特殊、言っちゃえば究極の一人喋りみたいなところあるじゃないですか、うん、一人漫談じゃないけど、そうね、うん、だそれに対してそれこそ大きい、あのすごい、なんだろう、規模の大きい人たちとかだと、うん、同説がまあ1万2万とかまあ3万とかあるったり、うん、何千何百人が自分の配信を見ているっていうことを考えるとすごいですよね。会場っていうキャパに変換したらとんでもなくでかいわけで、とんでもない、顔は見えないけどそういう人たちを相手にするっていうのは、同じ例えば出る側、表現する側として考えたならすごくプレッシャーなんだろうなって思いながら見てます。なるほどね。うん、すごいなって思う。なんかそのメタの境界を行き来できるのが魅力だとも思うし、はいはい、なんか こんなに身近なのかって思えるから、やっぱそうだよね、身近って大きいよね。そう、朝配信とか寝起き雑談とかやっぱもう一日中見てんじゃないかこの野郎。いやすいません、朝だ朝だっつって大好きじゃないか、ちょっと眠そうな声で喋ってるとかってやっぱすげえってなるんですよ。てーてーな、普通だってていてんですよ、普通あのコンディション整えるものじゃないですか。ああ、なるほどね。なるべくあえてというか、だけどそういう素をも楽しめるっていうのはよほど限られた状況かそういう設定にしないとダメじゃないですか、ね、仕事としては、うん、だけどそれを自由にスパンってすぐ出せるとかっていうのはやっぱ強みですよ。いやそうだね、うん、俺誰やねん。すいません、いやあのねノクターン武器の話一切せずにもう10分以上いってるからね。いやちょっとキリアとか混ぜましたよ。混ぜましたよじゃねえんだよ。混ぜましたよ。はいはいはい。いやほんとね、まあなんかちょっと調味料じゃない、自分は薄味でしたね、キリア、ごめんなさい。気持ち塩かけたぐらいの。すいません、ちょっとあのほんとになんか退屈させてしもって申し訳ない皆さん。いや、いいんです。はい、なんでね、今後もじゃねえよっていう。本編の話しましょうか。そうっすね。はい、最新話なんですけれども、36話ですよね。まあ、今回はマリとルイルイとキリアだけが出てくるという、うん、まあ、ちょっとこう少なめのメンバーで、そうですね、お送りして、ちなみにこれ撮っている時実はまだ完成品を見ていなくてですね、はい、どのテイクが使われたんだろう、私の妹みたいな、いろいろ送って気がするんですが、そうっすね、まあ一番可愛いの選んだよ。あー、可愛い、全部可愛かった気がするんですが、いやいや自分で言う、なるほど、うん、これ皆さんどうだったんだろうな、うわキモって思われなかったかなと思って。いやなんかちょっとあのもうやりすぎてるやつテイクとかもあったよ、なんかそのさ、あーはいはい、何言ってるか分かんねえレベルの。え、誰、長州さん。長州レベルのあったよ。あれ渡すの大事だぞっつって。そんな、すいません、マジか。そうそう、そういうのがあったりね。へえ。まあそんな中、じゃないよ。もう、いにしえの記憶だ。はい。そんな中、いいテイクを。あ、よかった。やっぱりどうしても、顔とか気になっちゃうんですよね、そういう時って。あの、ふざけた時する時、どんな顔してんだろうって思うし。キリアが、はいはいはい。はいはい、
それも楽しみです。あの、ね、うん、あのちょっとねポッて顔あからめてやってます。え、かわいい普通にかわいい、うん、まあでもああいう顔、あの CG って、うん、あの変顔とかって作りづらいんですか？露骨ななんかギャグ顔っていうか。ああ、まあそうっすね。だ、嘘つけないからね、あの 3D だと。ああ、うん、そっかそっか。絵はさ二次元だからいくらでも嘘をかけるじゃん。まあそうですね、誇張がしやすいというか。例えばそのわかりやすいところで言うと鳥山明大先生のあの、はいはい、ね、まあ、ドラゴンボールとかあられちゃんとか の、 あの、はい、よくあるさ、いっつって驚く時のいいの口がさ、めっちゃ横にもう伸びちゃってるみたいな、ちょっとコメディチックにギーンってね。そうそう、あれとか 3D だとやっぱ形状であれを作るとなるとなかなか大変だし、ちょっとやっぱリアリティが過ぎるみたいな。そうそうそう、異形感が出ちゃうんですね。そうなんですよ。はあ、確かに。そっか、 3D でボケるじゃないけど大変なんだな。そうだよ。いや、だから別にボケ顔だけじゃなくてかっこいい顔もそうで、だから大体 3DCG の、まあ、アニメのねルックの作品とかは、はい、まあ、例えばミュージックビデオだったりとか、まあ、予算とか時間を多少かけられる、その週刊配信とか放送のテレビじゃない系のやつは、大体全部レタッチしてるから、あれ顔、うんうんうん、手書きで1コマずつ。はあ、だからかっこよくなんない、連続してみる。難しい。そう、単純にじゃあもう、まあ立体感とかはあってもやっぱ 2D ってすごいんですね。やっぱ 2D っていうか、あの、すごいよ。ね、 3D の方がやっぱ技術の進化とか感じるけど、表現するにおいては不便なこともあるんですね。相当不便だね。うーん、というわけで、盛り上がっておりますが、今回はここで一旦終了となります。次回も山下くんとのトークで、ラジオをねやっていきたいと思いますので、ぜひお楽しみに。そして本編ですね、各週配信やっておりますので、そちらもぜひ、見て楽しんでくれたら嬉しいなと思います。ということで今回もありがとうございました。せーの、グッバイラブギー。